ACG 勝手に応援チャンネル。美味しくいただきましたよ。あんまゴミの状態で。そうはい、というわけで今回も、ゲストにケイスケさんに来てもらってます。はい。今週も最高の始末がやってきましたね。どうも、ケイスケです。よろしくお願いします。お願いします。今、このワンフレーズがお決まりなんですね。そうっす。それが最初にやるあれなんで。これいいっすよ。いやいや、そう。噛んじゃうんすよ、これ、本当に。長すぎて。それ自分でうまいこと落とし込んだらいいやつ。やっちゃったもんね、もう。やるしかねえと思って。やらんかったらなんか、ね、サボってんなと思われたら嫌だな。はい、というわけで今回はですね、ケイスケさんがね、まあ、ファンだということで、FC岐阜ベストイレブンを決めてみた。というわけで今回はですね、ケイスケさんが、まあ、ここ5年ぐらいがっちり見始めた、ね、そうですね、大井監督になってから見始めたんで、うん、じゃあそこからのベストイレブンを、はい、まあ、個人的なね、はい、ベストイレブンを考えてみたということですね、はい。まず、フォーメーションなんですけど、はい、大井監督自体がもう一番好きなんで、はいはいはい、大井監督の時の主なフォーメーションというか4-3-3だったので、はい、それでちょっと、フォーメーション、スタメンベストイレブン作ってみました、はい、まずー、ゴールキーパーはビクトル選手。ここはあのナイスガイなんで、はい、なんでもう彼この同級生ね、年がね、そうなん、年が、いや同級生って言い方ちょっとおかしい、びっくりした、おなくらみたいな感じになってる、違うんですよ、年が一緒なんで、あ、そうですね、はい、いや本当ごめん、グッドポーズ、あんなにある人いないですよ、本当村一回、まあ、あのファンの人たちにやってくれるし、子供にも優しいし、うん、いや確かにイケメンだし、はい、あ、プレーももちろん、うん、あのセーブはしてくれるし、何度、はい、FC 岐阜は失点を防いでもらったかというぐらい、まあ、今も山形の方に行ってきちゃいましたけども、もう本当にあの正ゴールキーパーになってましたし、うん、あのこれはもう皆さん、まあ、いいんじゃないって思ってくれると思うんですけど、まあ、大井監督以降で考えると多分ビクトル選手がいいんじゃないかな、日本で一番角刈りが似合うそうそう角刈りっていうかかっこいい角刈りだけど、かっこいい角刈り、奥さんの、あ、ビクトルの奥さんの、はい、あのインスタフォローさせてもらってるんで、いつも見させてもらって、美人な、美人の方なんで、はいはいはい、皆さん見てください、本当に。なんでフォローとかよかったらビクトルの、そう、ビクトルの奥さんのことまで、そう、ちゃんと見てます本当に。で、ディフェンダーなんですけど、はい、まあ、右から、大本選手、はい、で、センターバックが甲斐選手、はい、でヘニック選手で、はい、左に、福村選手という並びにしました。で、ここで一番喋りたいのは僕大本選手、右サイドバック、はいはい、で これ多分見てる視聴者さんからすると、柳沢選手じゃないのって言われる方もいると思うんですよ、うん、今ガンバ大阪で頑張ってますけど、はい、いや待ってくれと、大本選手はすごいぞということを話させてもらいたいんですけど、はい、2017年の、ホームでやった名義ダービー、はい、これの先制点の場面をなんか試合ハイライト見てほしいんですけど、右サイドから駆け上がってって、はい、ゴール前まで顔出してゴール決めるんですけど、はい、川崎フロンターレ、今の川崎フロンターレの山根選手っていう方、日本代表の本当に、はい、あの方もなぜそこに山根みたいな、よくツイッターとかで流れてくるんですけど、はいはい、いや待ってくれと、山根の前に大本がやっとるぞというそこをね、本当にあの年ルーキーだった時代に、はいはい、僕が見始めたんで、はい、正直この同期に古橋選手いるんですけど、はいはい、古橋選手より1年目の時は大本選手の方がすごいと思ってて、いや本当にだから大本選手年でもう1年目で大活躍して、で2年目も成長を期待して見たかったんですけど、はいはい、残念ながらちょっと移籍してしまって徳島ホールディスに、うん、だから2年目見れなかったんですけど、ただ1年だけでも衝撃的なやっぱ実力というか、はいはいはい、姿を見せてくれたので、僕はその印象がすごいので、申し訳ないですけど柳沢選手じゃなくて大本選手を右サイドに置かせていただきました。中盤なんですけど、一応その逆三角形で、はい、フォーメーションを、考えてみて、はいはい、アンカーポジションには、まあ、庄司選手、はい、今京都の方にいるんですけど、はい、僕の中ではザ・キャプテンっていうイメージがあって、はい、もうなんていうんですかね、雰囲気もそうですし、色気もあるし、かっこいいし、なんかちょっとやっぱキャプテンって怖い怖いっていうか、なんか近寄りがたい感じがあるよ、威厳があって、威厳がある感じがあって、はいはい、そういうところもすごいで、だ今まで大井監督時代からキャプテン見てきましたけど、はい、僕の中では一番キャプテンに似合うのは庄司選手だなと思うし、背番号も10だったんですけど、10もめっちゃ似合ってて、今もう本当に京都行っちゃいましたけど、未だに僕は庄司選手のことを応援してるんで、はいはいはい、
やっぱパスセンスもすごいですし、うん、なんで本当に、あ、まあ、パスサッカーは僕したいんで、正直です、アンカーは。そうあの、好きなんで、どちらかというと。監督としての選手だったので。なんで、庄司選手、本当にパスも上手なので、庄司選手を、アンカーに、置かせていただきました。はいはいはい。で、その上ですね、上が、シシーノ選手と、で、今の、シーグのエースである、川西選手に、置かせてもらいました。まあ、川西選手はもう、言う必要ないかなと。まあそうですね、岐阜のキング。そう、点も取れるし、やっぱりボールを貯めれるというか、うん、ボールを持てるっていうところで、あとはその前線の3人にこうパスの供給も、うん、あのできると思うんで、もともと川西選手って点取るタイプじゃないと思うんです、うん、僕が思うんですが。まあ今は点取ってますけど、一列下がってボールこう回すのも僕は上手いと思ってるんで、うん、あえて川西選手はちょっと一列下げて、はいはい、あの、ボランチら辺をやってもらおうかなと思ってるんです。その横に、まあ、シシーノ選手、まあ、シシーノ選手も本当に1年しかあのプレーしてなかったんですけど、うん、アグレッシブですし、うんうん、周りが見えてるんで、あ、パスもあの正確ですし、あの本当に大井監督の1年目の時って、はい、あの衝撃的な、なんていうんですかね、あの印象に残る選手が多くて、このシシーノ選手も、はい、あの大本選手と一緒で2年目に徳島ボルティの方に引っこ抜かれてしまって、特殊めっちゃ抜くやん。そうですよね。やばすぎるだろうと思って。シシーニョワイン作ってるんですよね。あ、そうなんですか。へえ。そうなんですか。確か違う。ごめん。多分僕が知ってるだろうと思って今。知らんもんで。シシーニョワイン作ってる。あ、確かワイン作ってる。あ、そうなんですか。ちょっと調べて。謎の情報が入ってきましたけど。そうなん。そうなん。確か。もともとだってあれですもんね。福岡の。上福選手に憧れてなんかあの来たんですよ。本当は徳島行きたかった、あの徳島じゃねえや、福岡行きたかったんですよ。そうなんですね。けど取ってもらえんくって、はい、まあ岐阜来たみたいな感じだった。確かそんな感じだったんで、はいはいはい、でそのさっきの話じゃないですけど、徳島に引っこ抜かれたって言ったら、はいはいはい、まあ、さぞかしね、そんな僕ベストイレブンに入れとるわけですから、はい、大本選手と新野選手使われるだろうと思ったら、はいはい、全然使ってもらえない、徳島は。だからもう本当徳島、あの、やっぱ J2 の上の方、まあ今 J1 にいますけど、はい、からクラスからすると、強しないって言い方忘れてるけど、まあ、まだまだ、戦術的にまだフィットしない。そういうことなんだと思って、ちょっと衝撃を受けた思い出がありますね、僕の中では。はい、で、右から、田中パウロ、はい、で、一番前に山口選手、はい、で、左に、まあこれはもう言わずと知れた古橋選手を入れさせてもらいました。なるほど。で右の、まあ前線の、パウロ選手と、はい、山岸選手と、でちょっとこのメンバーには入れられなかったんですけど、風間選手が、僕と同じ93年、はい、あ世代なんですよ。同い年なんです。同級生。僕勝手に花の93年組って呼ばせてもらったんですけど。はいはい。います。他引っ張りたらあれですけど。はいはい、あの年はあの年はいなかった。あの年っていうか大垣監督時代は確かね、はい、いなかったんですよ。うん、93年組この年確かいなかったはずです。おったら。すいません、謝ります。手足しといてもらってごめんなさい。本当申し訳ないですけど、確かいなかったはずなんで。はい、で、まあ、今、それぞれ、まあ、弥生選手は、まあ、福岡の方に、J1 で今、スタメンとして頑張ってますし、はい、で、風間選手は琉球の方で、スタメンとして頑張ってますし、まあ、パウロ選手はね、ちょっと、松本山雅の方で、苦しんでますけども、はいはい、まあ、YouTube の方で、大活躍してますし、で、僕は僕で、お嫁さんもらって結婚して、それぞれね4人とも離れ離れになったけども、離れ離れみんなあのステップアップしとるというのをいつかこの4人がまた集まる日を夢見て集まったのかな。そもそも多分その3人は僕のこと知らないです。それだけ家に入ったから。でラストがごめんなさい、ラストがフラッシュ選手。これはもうあの言う人もないかなと思うんですけど、うん、そうですよね。あの2年目、古橋選手の2年目は本当にあの得点ランキング2位ぐらいまで行ってて、あの時はもうだってゴール決めたらとりあえず古橋って言っとけば、大体古橋選手のゴールすごいな。久世さんがあの今日古橋選手ですみたいなゴールをあの決めた選手いてくれると思うんですけど、あの時はもう古橋選手しか決めへんかったんで、もうとりあえずゴール決めた古橋って言っときゃ、あとから古橋選手やっとるよなと思いながら感じで、で本当に、まあ、古橋選手、今はまあ、神戸に行って、そこからセルティックの方にいて大活躍されて、多分、ギルサポの他の、ね、人たちも多分僕と一緒だと思うんですけど、FC グの試合が負けても、古橋選手がゴールを決めたら、癒されて、ちょっと立ち直れるっていう、そうですよね、これは多分皆さんあると思うんですよ、本当に、いまだに言われますもん、
あの、え、本当だったの？古橋選手、あの人にみたいな。それこそ日本代表になってるんで、言っても言っても信じてもらえないですよね。やっぱり。思ったんだ。いや、そうですね。そういう選手出てくるんだと。だから、あの、うちの奥さんはやっぱり古橋選手みたいな、そういう、あの、覚醒する選手が J2 ってゴロ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 いるじゃないですか。だから、まあ、FC 岐阜も含めて、はい、まあ、J2 っていうチームが、まあ、好きなので、うん、やっぱり FC 岐阜には、まあ、今 J2 にいますけど、必ず J2 の方に上がってもらって、うん、J2 に上がればうちの奥さんも、まあ、今も応援しますけど、はいはい、より、ね、FC 岐阜のこと好きになってくれると思うので、そうですね、頑張ってもらいたいなと。だいぶ個人的な思いが、そう、もう今これはもう、もう頼むか、嫁さん松本山田の方に行っちゃってるんで、その気持ちをカッと引き戻して。ただ、あんま言うと、ねえ、さ、来てくれなくなっちゃうんで、ね、松本山田の応援も行きつつ、まあ今ちょっと距離取って、あの、まあ、取りどころが来たらガサガサ、ね、そう、それで行こうかな。いい匂いさしてからね。そうそうそう、まず今ブロックを作ってる状態で、そういう風に行こうかなと思って。で、これが僕のベストイレブンになります。ちなみにタイフルこれ聞いてみてどうだった？いやー、なんかやっぱり岐阜のサポーターの人が作るベストイレブンだから、もう信憑性がもうすごい。あ、見てたしね。そう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 。で、結構悩みました。あの、前線とかだとそれこそナンバーさんもいるし、前田さんもいるし、結構やっぱスター揃いがいるんで、あ、僕のちょっと気持ちも入っとるベストイレブンなので、感情はちょっと入っちゃったところもあるんで、大本選手とか、そう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 、だから多分見てる方とはちょっと多少違うなってところあると思うんですけど、まあ、そこはちょっと僕的なベストイレブンなんで、ちょっとご了承ください。それぞれのベストイレブンがありますから、はい、聞きたいですね。でも他の人たちの、確かに、まあ、そうですよね。もし、まあ、あったらそれは、はいはい、コメントでね、寄せていただいて。金子だったらベストイレブン、ゴールキーパー誰ですか？むずだってさ、金子のベストイレブン。俺最初ビクトル、はい、俺もビクトルよく動画で言ってたんですよ。ビクトルってよく叫んでたし、で、まあ、今松本選手、はいはい、応援してますけど、今来てるのこれ原田選手の、あ、なんかゴールキーパーとなんか割と接点があるんで、おむずいっすね、まあ、そういう意味で選ぶと。あえて選ぶな。ヤン。ヤン。ジーバー、ジーバー、ジーバー、びっくりだ、やんだ気分もね、一生のわからんから。あの時、FC岐阜のゴールキーパー2人もかっこよかった。いや、そうですよね。ジーバースに関しては、確かに助っ人が2枚ゴールキーパーっていう。で、一緒のタイミングにいなくなるのっていう、そう、そう、どちらか残るって、どちらかはいなくな なるだろうっていう、ギフサポも取ったら、まさかの両切りって、そう、びっくり。嘘だろうと思いました。サッカーの展開ですね。そうです、そうです。J リーグ好きの人たちももう七不思議でしょ。え、2枚ゴールキーパーいない、あんま聞かないですもんね。多分歴史上ないんじゃないですか、ゴールキーパー2枚使って。そうですよね。多分ないと思いますよ。だって当時チームにいた原田さんが言ってましたもんね。2人目取んのって、ね、チーム内も思ってたってことだからね。あれ結局ビクトル選手移籍するため、移籍するかもしれんっていうことやったんですか。なんかそんな話も出とったんですよ。うん、ところだから移籍夏で取られるかもしれんから、とあの早めに取っとったみたいな。そしたら抜けへんもんで、もう単純に今イケメンの外国人ゴールキーパーおるっていう状態になっちゃって。なんか気になったとこあった？ここは俺だったらこれ使うぞとか。俺だったらゴールキーパーは、ピーター・シュマイケルですね。ベストイレブン今ね。でも僕サッカー詳しくないんです。ピーター・シュマイケル。ピーター・シュマイケル。はい。いらっしゃいます。あ、親父の方ね。親父の方ですよ。カスパーじゃなくてね。ピーター。わかんない。子供がいたの。今誰の話ですか。ピーター・シュマイケルだと。単純に豊弘さんがベストイレブン選んでると思ってください。この世の？この世の。サッカー界の？ちょっと規模がでかくなってくるし、もう把握できないんで。ディフェンダープジョル入れます。日本人出てこう。スケットばっかだけど。で、トップはやっぱメッシ。クリスティアーノ・ロナウド最強見てみたい2トップ子供じゃん考えてあの小学生がウイイレで作るベストイレブンそのまんまいきましょういいですね使えよ使ってもらえリザーブ古橋いきますもったいな控えなんだ古橋みんな大好き古橋がいやでも確かにこれはまあでも気持ちこもってていいっすね。いやそうね、うん、やっぱ暑いよね、こう圧があるもんね、もう喋りに。いや喋りたい本当ね、もう
まだまだあるんですけど、はいはい、やっぱりちょっと、はい、まだ喋り足りない。多分動画2時間ぐらいにしんと。これちょっとしときますけど。特に喋りたい選手をちょっと喋らせてもらいました。はい、はいはい、いや思いが伝わりましたよだいぶ。いや本当。あ、こんなに熱いんだって、ケイスケさんってこんな熱いんだってのが分かったもん、ね、ありがとうございます。ちょっと引いてみる。何だ。あ、気持ちの熱さに、うん、こんな人だったの。やばいやばい。そう、いや、やっぱサポーターの熱ってやっぱこういう感じだよね。熱って言い方が良くないの。熱ね、熱だ。だからもう今日も、あの、今日というか昨日も埼玉まで行ってたんです。あの、岐阜から埼玉まで行ってたんですけど、運転3時間僕してたの。ずっと僕、友達にあ、喋ってました3時間。語ってました。もう何にも喋ってないですと。僕だけ3時間サッカーの話ばっかして。 FC ギフラジオ。そう、お前すげえなって言われました。止まんねえ。お前おったら肥満じゃねえわって。褒め言葉なのか嫌味なのか分かんないですけど。いやでもなんかこういったベストイレブンとかもきっかけでこうサッカー見たことないっていう人とかも、ね、ああそうです、ね、なんか興味持ってそういう画像とか動画とかいろいろ検索して見てくれるようになったらいいよね。うん、昔の選手とかからでも入ってってもらってね。そうそうそう、うん、僕最近ハマっとるのは昔の FC 牛のハイライトとか見ると、はい、相手チームになんかやっぱ日本代表になっとるクラスの選手出てきたとかするんです。それこそ2017年とかだと湘南ベルマーレに山根選手、うん、対戦しとったりとかするんで、で同じ選手とかも戦ってたりとか、意外とそのあの昔のやつ見るとその時はまだ流し入れてなかったけど、はいはいはい、今はもうめちゃくちゃ J1 のバリバリやってるよっていう選手とか出てくるんで、これはちょっとマニアックかもしれないですけど、はい、ぜひあのハイライト見返して、うんうん、ちょっと酒飲むっていうのを僕最近ハマってるんで。それで夜を過ごす。それおったぞ、この選手おったらしいぞ、松本山が遠心宮にとか松本山におるらしいぞって言って盛り上がって酒飲むっていう、確かにすげえ寂しい酒飲み方してますけど、それも週末は最高だっていう。そうそうそう、過ごし方ね。いや熱がいいですね。でまだまだこれからもね、でもいろんなお話ししたいんで、はい、はい、また今後ともよろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで以上 FC 岐阜勝手に応援チャンネルでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。